今シーズン早くも4度目の大阪ダービーはリーグ戦、カップ戦合わせて58度目の大阪ダービーです。今度はファーサイドバタクを呼んだ、先制はガンバ、ウォンギョンウォンのヘディング、10試合ぶりのゴールで、まず一つはこのボールが、ね、速くていいボールが入ってきたっていうところと、ちょうどゾーンの後ろの2枚の間ですね、はい、まあ、そこのところにコンフンドが入ってきてうまく合わせましたね、まあ、おそらく前でジャンプされているのでボールは見えづらい状況、いや、いいとこ出ました、マスタリガス、ヘッド、加藤、東口止めた、松田、またクロス、加藤、東口キャッチだ、ピッチを叩いて悔しがる加藤睦月、3センターバックの脇ということになりましたね。そうですね。ただまあ同サイド同サイドでいくとやっぱかなり人数かけてガンバの方を守るんで、はい、うまくサイド選手使いたいです。これいいとこ取りましたね。マークスペース受けたのがためだ、アウトで出します、ワンツーから裏に抜けたシュート、山田のゴールで同点に追いつきました。いや、まず最初ここいいポジションで受けましたね。ここ誰ですかね、運びながらタメダですね、はい、タメダですね、ワンタッチで間、あー、オフサイドないですね、まあ、センターバックが少し引っ張り出されて残ってるサイドの選手のところが一番ラインの深い位置になりましたから、ちょうど間のところでこれ山田がフリーでボールを受けることができましたね、はい、取ったガンバ、坂本、メシノが走り込んでいる、そのメシノに出す得意のドリブル、2人振り切ってシュート、いい形、逆にメシノに出た、黒川えぐってマイナスのボール、倉田だ、キム・ジンヒョンキャッチ、倉木の丁寧な対応、パトリック、いや、ここ早いですね、スピードを生かす、ダワンが必死に追いすがる、パトリック溜めてシュート、ねじ込みました、桜のスピードスターパトリック、89分に逆転ゴール、いや、ここですね、ここで船木が守備をして前につけたところからですよね、はい、まあ、少しガンバは前から行ったんですけれども、ここうまく外されてこのセンターのレーンで運びながら、まあ、シュートブロックいけなかった分最後のところは狙いすましてシュート打てたんですけれども、やっぱそれにしてもこれ精度の高いシュートでしたね、ですね、ポストに当たって入ってますから、やっぱここはね、なかなか東口でも届かなかったですね、ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification